ローカル、地域密着のコミュニティ FM 局と RKB ラジオがコラボしてエリアの魅力をどんどん発掘。ディレクターカメラ、ドリーム FM がある久留米周辺の魅力に迫ります。今回はですね、福岡県久留米市北の町にやってきております。で、ドリームス FM さんの放送エリアであります北の町です。皆さん、季節はもういちごの季節でございます。 でイチゴ狩り体験を今回させていただきますでやってきたのがイチゴキラリさんでたくさんのですねビニールハウスがあるんですけどもこの中におそらくイチゴがなってるんじゃないでしょうかただです、ね、ちょっとまだオープン前ということで人は早くお邪魔させていただきますで今回お世話になりますあおはようございますこんにちは いちごきらりの田中と申します、えー。うちの農園はですね、はい、ビニールハウスが7棟,7棟、はい、全部でありましていちごの種類は8種類ですね。8種類もあるんですねのいちごを食べていただくことが、えー、できます、えーで。12月から5月までですねいちご狩りを<っ>えーと開催してますのでそんなにやってらっしゃるんですね。はい、12月の、えー、11日のの日、えー、オープンの 予定ですけれどもこの頃にはどんどんいちごがなってきてると思います今度の土曜日ということでオープンということでそうですねおめでとうございますはいありがとうございますちょっと一足早いんですけどお邪魔させていただきますはいじゃあこちらになりますどうぞお願いしますうわー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 田中さんはい広いそうですねわ一面にですねこのいちごの緑鮮やかなですね葉っぱそして白いお花がですねはいいや広がっておりますけれども もうちょっとすると、もっともうこれに赤が加わって、すごく綺麗なこの1週間でさっ、うん、と赤が広がるということなんですけれども、ちゃんとこの品種が一目で分かるように、佐賀穂のか淡雪、はいね、いろいろ書いてますけれども、非常にこのなんと言いますか、こうなんかこう芸術作品のように、きれ、はい綺麗にこう栽培されているように見えるんですけれどねちょうどなんと言いますか、私、身長170なんですけど、えー、これ、横に並びますと、 腰のです、ね、平さよりちょっと上ぐらいにもイいちごがあるって感じなので、はい、いやこれ非常に優しい作りになってますね鉄火作業されてるスタッフの方いますけど、はい、非常に楽な姿勢でそうですねこれ,れしゃがんでやると本当大変なんですよね腰や,やっちゃいますねそうですね施設ら通路も結構広い,広いので、あのでベビーカーとかあの車いすの方もあの来ていただけるようにしてるんですよね,そうですね 今オープン1週間前ということでちょっと早いかなと思ったんですけどなんともう食べることができる品種でおそうですね奥に行ってみましょうかねとてもおすすめの品種があるんですけれども香りのっていう名前の香りのですよねとにかく今すごく大きいんですちょっとびっくりする大きさなんですけどこれはちょっと驚きですね 季節の最初の方ですねはいちご、えー、の,のサイズもすごく大きい、えー、ものがなるんですよね。の株がで、はい、で若いんそれだけ栄養もこう あの根からこう吸収することができて、<ー>えー、大きいイチゴを作ることができて、ええ、どう。さみでイチゴ切っていただくんで。はい、あ、じゃあ、もうお客さんがされるように、私も今日。そうで、ね、イチゴ割り体験させていただきます。はい。ありがとうじゃあ、こちらと。花が綺麗ですね。僕イチゴの花って、こんなにまじまじ見たことないんですけど、花、本当綺麗なんですよ。これミツバチがちょうど受粉してますね。ミツバチさんが受粉、あ、受粉してる。 近づく。逃げちゃうから。おミツバチがいるので立派な一丁ができるんですよね。香りのヘタの上からですねハサミで切っていただくんですけど、ちょっとつまんでいただいて。重い。重いです。これちょっと重くないですか？40グラムぐらいはありますね。うわあ。すりして。おい。大ききました。はい。そのまま食べていこのまま行っちゃっていいんですか？はい。皆さんいただきます。はい。どうぞ。 <laughs> <laughs> うん、ちょっと待って言葉を失うくらい美味しい。<laughs> ありがとうございます。いい <laughs> あ、なんか香りが、そうですね。あの上品な香りが、りがします。うん、あの口がと広がるんですよね。<い>他のイチゴに比べて比べると酸味が少ない品種なので、うん<あ>、特にその甘さを感じることができると思うんですよね。酸味が少ない。本当甘みがこう優しい甘みがふわっと一瞬で口の中に広がるんですけど、はい、こんなに美味しいイチゴを育てるのに。ええ 大変だと思ううんでですすけど、えー、そうですね品種が多いんで、はい、それぞれ品種の特性がいろいろあるんですよね。はい、なのでその、えー、品種によってこう栽培例えば水の量とか肥料の量とか、はいえー、鉄火作業のそのうん、えー、をちょっとそれぞれこう変えながら、はい、やってますね香りの以外にも、えー、今あの他まあもちろん甘緒があったりとか。はい 最近作られる方が増えてきてるんですけど濃<実>、はい実り。 これは比較的新しい品種ですね。すねえっと小泉のりはですね、香りのよりもさらに大きいやつができます。<laughs> いや、あれより大きいってもう、はいじごの概念変わっちゃいますね。次 <laughs>、はい、はベニホッペですね。ベニホッペこちらも有名ですよね。はい、そうですね。特にあの関東の方とかはベニホッペの栽培が結構多いと思うんですけれども、はいはい、甘さと酸味のこうバランスがすごく取れてるんですよね。はい でこれもすごく大きいやつができますこれも大きいですね、はい、あと食感が非常に良いですね<ー>あのしっかりした食感なんではははは安定感がある味ですね、はあ、田中さんなんであのいちご大きいのを見つけた時ってあんな嬉しくなるんでしょうね、はい、うん大きいからですかね <laughs> <laughs> ちょっとある意味、はい、宝探し的なあの要素もあってですね,ねいい表現です宝探し <laughs> まさにそうです もうう一こっち別にあるんでですすね。そサチノカもですねサチノカ味わいがすごく奥深くてですねサイズはそこまで大きくはならないんですけれどもの本当にいちご好きの方は結構サチノカが好きって言われる方が多いのと<あ>私もサチノカが一番好きですね。さんもサチノカ、はい いいですよねだからこう一度だけじゃなくてその12月から5月の間、えー、何度来てもこう種類違って楽しめるっていうそう,です、ね、そういう楽しみができるいちごラリさんでいらっしゃいますけれども。はいはい の本当にいい時期はもうすべて揃ってたりとか全部行ける時もあるんですかありますあります。まあ、それもすごいけどただもう本当年のうち何回かこう、うんうん、あるんですけれどもあの一番もう今これ旬はこれですっていうのがずっと変わっていくんですよね。うん、そこがいいですよね。ですね。一終わりするのも楽しいんですけどこのファームと言いますかハウスの中をですねこうやって生育状況お花見たり葉っぱ見たり、ええ、そのミツバチが来ている様子を見たりするだけでも歩きながらはい。 非常にに楽しし、いいい運動ななりりまますすねうあとちょっと今は止めてますけど冬場寒い時にはちょっと温かみのあるジャズとかソウルミュージックとかをかけてたりとかちょっと暖かくなるとちょっと陽気な感じのブラジルの音楽だったりとかそういうのがすごく合うんですよ。前職のお話聞いてびっくりして今の音楽の話でつながったんですけど。 田中さん、以前のご職業、すごく僕らに近いところにいらっしゃって、はいここったんですけど、さすがの音楽業界で、えー、と働いて、はい、15年ぐらいですかねは<ー>、えー、ずっと音楽の仕事してたんですけれども、はい、某、はい、アーティストさんとご一緒されてたということですけれども、えー、そうですね、まあ音楽業界で仕事してるときは、いい音楽を作って、それをこう世に。 出してこう皆さんに広めていくっていう、えー、ことでやってたんですけれども、まあいちごも結局一緒なんですよね。いいいちごを作ってそれを <laughs> えねいっぱいいろんな人にこうおいしいいちごを食べていただくっていうでねライブ会場に足を運んでもらうみたいに <laughs> いちご農園にうんいちご狩りにしてもらうみたいな感じでやってるんですけども。かっこいいねいやかっこいいないやいやそういう話聞いてねいやすべてつながりました本当だなんかそう言われると。 なんかアリーナというかなんかすごいスタジアム見えてきましたそのライブ会場に主役がイチゴかアーティストかっていう違いですね。次は淡わゆ雪ですねこれも僕初めて聞きますけどえっとこれ白イチゴなんですよ白なんですねすごくまあ珍しいイチゴでですねなかなかあの。 農家の人が作ろうと思っても、あの作れない品種なんですよね。うもう,う、うん、せっかくなんか美味しそうなのがなってるんで。いいんですかど。どうぞ食べてください。わあ、素晴らしい。淡い雪です。失礼していただきます。はい。うーんう。甘さの抜け感がなんか、ちょっと他のいちごと違うんですよね。なんですか、これ。この間オリンピックあったじゃないですか。百メートル走ですね。<laughs> <laughs> <laughs> さっとこおいしいよどこ行ったみたいなですね美味そうそうそうしさのちょっとレベルは高すぎて、はい、<laughs> ちょっと今びっくりしてますけどあと <laughs> にずっとこう残るです、ね、残るあ本当だ僕ね過ぎ去ったって言いましたけど戻ってきました戻ってきたってった残ってるんですねこれそうですねいやこれずっとしばらく残ってると思うんですよなのでなるべく最後に食べてもらおうと思うんですでこういう順番に今されたわけですね,です,ねすごいな いい。や、すごい田中さん、すごいやっぱこれあ、なんかね、セットリストですわ、まさに、ライブのセットリスト。リスやっぱさすがに、<laughs> 長年、やっぱ音楽業界いらっしゃったんで、ちゃんとお客様の気持ちを分かってらっしゃる。 それで、田中さん、はい、一番目黒がね、やっぱ人気高い佐川ほのかもありますけど、すべ、ええ、て8種類ということで,そうですね。はい、で、それであのー、こちらのですね。はい、どういったそのまあ、設定といいますか、ええ、料金であったり、時間であったり。と教えていただきたいんですけど。五十、はいはい、分食べ放題、えー、に、えー、なりますけれども。えー、で、まあ、八種類、あの、まあ、なってるイチゴはすべて。食べていただけるんですけれども、はい、ちょっとさっき、あの、えー、食べていただいた淡雪ですね。うん、これだけ、えっ、ー、と、ちょっと。 個数が限定になりますなかなか私たちがこう作る数も制限されている品種なのでこれだけ個数を制限させていただいて、はい、あとはもうなってるいちごに関してはもうう食べ放題ということいこで50分食べ放題でこれ時期によってもちょっとやっぱりね,そうですね変わってきて,て12月から4月の上旬までは変わらない料金なんですが、はい、大人の方で2100円、はい、えと小学生以上1600円。 あと幼児の方は3歳以上になりますけれども、はい、1200円ですね。で50分食べ放題。お持ち帰りが1 0 0ムで300円。まあ高くて300円ですけどあ高く大体まあ200円台の方がそいですね。ですね高くて300円ぐらい1 0 0ムでということでございますね。はい、おっと、さん、はい わこれジャムありますすねねそうでいろいろ加工品も作ってるんですけれどもえと、はい、うちのいちごでえと作ったジャムですねあとはえと去年からですねジェラートも作ってましてジェラートもジェラートはですねまああのギフトとしてこういう形でですねえと箱にえであの発想とかも。 できるんですけれども、あ,あお、そうちょっと待って、今大福も販売してるんですよね。実はいちご狩りをしながらでも食べることができるんですけれども、<laughs> 自分が好きないちごを選んで、えこの大福だけですけれども買っていただいて、それを中で食べることができるんですよね。ちいちご用大福で、はい、北海道のあずきで作ったコシアンと生クリーム入りです。すで、はい、に入ってんですね。そうですそうです。あともいちご入れたら、入れるだけです。 いちごきらりさん、やりますね、いろいろと。いい <laughs> <laughs> 楽しみいっぱいあるな、<ー>僕、いちご狩りの概念変わりましたよあそうですか、ありがとうございます。今回はですね、福岡県久留米市北の町にあります、いちごきらりさんにお邪魔しました。田中さんあありりががととうううごござざいいいまましたはい、どもす 災害時にライフライン情報などを共有する北部九州山口災害情報パートナーシップを結ぶコミュニティ FM13 局と RKB ラジオがコラボしてそれぞれの魅力を発掘するローカル。次回もお楽しみに